日曜昼の情報バラエティ番組アッコにお任せ TBS に対する視聴者の怒りは未だに収まらないようだ7月7日東京都知事選の投開票日に放送された一件が。この日の放送は残念ながら TVer などで見ることができないので簡単に振り返っておこう11時45分いつものように和田アキ子 74? の、v、サインで番組はスタート7月3日に発行された新紙幣や災害級の猛暑について軽く触れた後この日が投開票の都知事選の話題に移った11時58分投票所に行ってみたくなる意外と知らない投票所グッズの雑学を紹介のタイトルをウナリサーナ32が読み上げるウダナ投票に行くにはまず 皆さん、投票権のある方には、整理券がご自宅に届いているかと思います。これを持っていってください。これがあれば、自身を証明する ID カード、マイナンバーカードなどは持っていかなくて大丈夫です。ただ、こちらをすでになくしてしまったという方は、マイナンバーカードなどを持参してください。画面下にはテロップで、以下のように説明される。投票所入場整理券。 投票には、整理券の未必要、マイナンバーカードなどの身分証は、不要。整理券を紛失した場合は、投票所の係員に、申し出で、身分証等で、本因確認ができれば投票可能。その後、投票箱の上部の蓋には、大きさが異なる鍵を2つ以上つけねばならない、ことなどが紹介され、投票用紙の解説に移る。番組放送中に訂正したが、 ウダイアナそしてこちらですね。隣にある整理券を渡すと投票用紙を受け取ってこのように投票したい候補者の名前を正しく書いてください。漢字を間違えてしまうと無効になってしまうので正しく書くようにしてください。画面には峰隆太と書かれた投票用紙が映し出され当の峰隆太72も無断で書かないでよとおどけてみせたところに勝又邦一 59? が質問する。勝又ひらがなで書いてもいいんですかうだやなひらがなまさしく立候補した名前で書いてくださいひらがなで立候補している人はひらがなで漢字で立候補している人は漢字で書くようにしてくださいコーナーが始まってわずか2分早くも SNS 上で視聴者が反応したアコにおまかせで 都知事選について大きなミスリード。ひらがなで立候補している人はひらがなで、漢字で立候補している人は漢字で正しく書いて投票してください。漢字で立候補していても、ひらがなで書いてもいいんだよ。番組中に訂正しろ。7月7日午後0時5分。こうした声が一気に拡散。これに気づいたのか、それとも選挙管理委員会に問い合わせたのかは不明だが、 番組放送中の12時18分に訂正が入った。うだいあな、ここで訂正させてください。東京都選挙管理委員会によりますと、先ほどお伝えした投票用紙の記入の件なんですけれども、候補者の名前をカタカナ、ひらがなで記入しても候補者と特定できれば有効になるということです。大変失礼いたしました。うだいあなは深々と頭を下げた。 ところが、これで終わらなかった。番組終了後も SNS 上の書き込みが続いたのだ。元、TBS の杉尾議員まで。これはひどい。ひらがなで立候補している人はひらがなで、漢字で立候補している人は漢字で投票しなければならない。入場制事件がなければ、マイナカード等を持参しないと投票できないって、完全にデマじゃねえか。 友達に投票行こうって LINE にしたら、アっコにお任せ見てたら、整理券なくして、マイナンバーカード持ってないから投票行けないって連絡来た。手ぶらで名前を言えば大丈夫なことを伝えたけれど、誤解して投票に行かない視聴者がどれほどいることか。BPO 案件。謝罪では済まされない。番組は即打ち切りで。番組中に訂正しても許されるものではない。 これを聞いて、信じて、その後は番組を見ていない人が何人、何百人、何千人、あるいはもっといるのではないか。しかも、投票当日に。元、TBS のキャスターで、立憲民主党の参議院議員、次を秀裁し、66も X にこう書き込んだ。私の古巣ではあるが、これは、感化できない。アナウンサーが、アドリブで言える内容ではないし、 そもそもつぼねのチェック体制はどうなっているのか。通り一遍の訂正、謝罪ではなく局としてきちんと説明してもらいたい。中には BPO、放送倫理、番組向上機構に連絡したという文面のスクリーンショットを投稿する人まで。そして番組に対する抗議は今も収まっていない。民放ディレクターは言う。番組終了の可能性も 政治ネタのミスは反響が大きく笑って済まされないケースも少なくありません。今回のミスはあまりにも初歩的で投票日というタイミングの悪さもあって業界に衝撃が走りました。投票用紙に書く候補者の名前がひらがなやカタカナでも構わないことくらい、なぜ発言の直後に出演者やスタッフから訂正の声が上がらなかったのか。それだけでもこの番組大丈夫か と思ってしまいまいすよね通常こうした番組で進行説明を行う場合アナウンサー用に台本が用意されているはずだという進行台本を書くのは基本的に担当ディレクターでそれを構成作家が仕上げますもしあのご情報が台本に書いてあったとしたら指示したのは担当ディレクターということになりますね 整理券をなくした場合の説明については、事前に用意したテロップまで表示されたので、ディレクターの取材不足、理解不足、知識不足などが考えられます。ひらがな問題については、勝又の質問に、うだいあなが答える形での発言だった。勝又さんの質問はアドリブだったのかもしれませんが、彼はひらがなでも大丈夫という確信があっての質問だったのかもしれません。 選挙雑学の企画なのですから。ところが、うだいアナは、それはどうなんでしょう。などと、スタッフに助けを求めることなく、ご情報を伝えてしまった。これは通常はありえないことです。アナウンサーの立場上、進行台本やベッド資料にない情報、もしくは担当ディレクターに確認を取ってない情報は、喋らないはずだからです。同じ日曜の午前に、 TBS で放送されているサンデージャポンも6月23日に選挙ポスターと政治団体を結びつける放送をして翌週に訂正したばかりこれらは TBS 社内でも問題になっているようです SNS ではアッコにお任せの司会である和田の責任を問う声も上がっている今回のご情報については和田さんに責任はないと思いますとはいえ 最近は彼女の発言が炎上することも少なくありません。今回の個情報は番組終了を後押しすることになった可能性はあると思います。